ラジオ関西が AM558、FM911 で神戸ハーバーランドから生放送。ニュースの景色、お送りしています。チョコレートを原料のカカオ豆から板チョコになるまで手作業で作り、クラフトチョコレートとして販売するチョコレート専門店が神戸市灘区の阪急六甲駅の近くにあります。店の名前はイノセンチュアです。品種の違いによるカカオ豆の個性を生かし、障害者の人たちを作り手に採用して、こちらも人間の個性と向き合い丁寧に作っているそうです。味わい方や生産の取り組みについて話を聞きます。イノセンチュアスタッフの岡本博恵さんです。こんにちは。原料から完成するまでの加工すべてを一貫して作るのを、豆ビーンから板チョコバーまでという意味でビーントゥーバーのチョコレートというそうですが、こうした作り方は珍しいんですか？日本では10年くらい前から注目されるようになりましたが、海外ではビーントゥーバーチョコレートのジャンルは確立されています。特にアメリカを中心に広まっています。そもそもチョコレートは原料のカカオ豆をどのように加工して出来上がるんでしょうか？カカオ豆の選別から始まります。自然のものなので、どうしても虫食いやカビが生えているものが混ざってしまっているので、それらを一つ一つ手作業で取り除いていきます。その後豆を焙煎し、皮むきをした後、石臼のような機械を使って豆をすりつぶすとチョコレートのペーストが出来上がります。カカオ豆に油分が含まれているので、最初は粘土のような塊になって、で臼を回し続けているとどんどんトロトロのペーストになっていきます。カカオ豆の種類はどんな産地とか品種があるんでしょうか？カカオ豆は高温多湿の熱帯地域で育つため、西アフリカ、中南米、東南アジアが主な原産地となります。当店ではアフリカのガーナ、東南アジアのインドネシア、ベトナム、中南米のトリニダード・トバゴ、コロンビア産の豆を主に使ってチョコレートを作っています。同じカカオ豆でも産地によって味の特徴が全く異なるので、ぜひ食べ比べていただきたいです。それじゃあいくつか試食させてください。まずはガーナ産のカカオ豆で作ったクラシックガーナです。いただきます。甘みもあって苦みもあって、あ、酸味をちょっと感じて美味しいです。バランスがいいというか。ありがとうございます。一般的な板チョコのサイズですよね。値段はいくらでしょう？税込みで1404円です。原料のカカオ豆から完成品の板チョコになるまでどのくらいの時間かかってるんでしょう？約1週間かかります。1週間。これがビーントゥーバー、ね、手作りということなんですね。続いてもう一つ試食させてください。ベトナム産のカカオ豆で作ったクラシックベトナムです。これは随分酸味が強いと感じますね。さっきのガーナとはまた違う味わいですね。明るいイメージといいますか、フルーティーな味わいが特徴です。板チョコサイズで値段いくらですか？税込みで1404円です。もう一つ食べたくなりました。最後はトリニダードトバゴ産のカカオ豆で作ったベンチャートリニダードトバゴです。こんなにじっくりチョコレート味わったのは初めてですけど、フルーティー&スモーキーというか、口の中に美味しい味が残るチョコレートっていう感じですね。ベンチャーと名前のついたチョコレートはクランチ感を楽しんでいただけるのも特徴になっています。で、結構余韻が、そう、口の中に、はい、ゆっくりお酒飲みながら味わいたい感じですね。そうですよね。これは1枚いくらですか？税込み1620円です。お店イノセンチュアでは美味しいチョコレートを作るために
どんな工夫をしているんでしょうか。当店ではカカオ豆からチョコレートに仕上げるまでのほとんどの工程を機械ではなく人の手で行うことで、カカオ豆の皮などの不純物を確実に取り除くことができ、雑味のないピュアなチョコレートに仕上げることができます。そういうことなんですね。手作業のいいところっていうのは。お店ができたのが一昨年だそうですが、こうした専門店を開いた背景にはどんなお考えがあったんですか。一般の市場でも勝負できる質の高い商品を作り、障害者の皆さんの賃金、ひいては福祉業界全体の所得が上がっていけばという思いを持ってお店を始めました。福祉業界のイメージの改革にもつなげていきたいという思いもあります。このチョコレート、板チョコのパッケージ一つ一つがホログラムになっていてかっこいいですね。ロゴやパッケージのホログラムは光の当たり方でいろんな色に見えます。これはお店で使っているカカオ豆、そして働いてくださっている皆さんお一人お一人の個性を表現しています。人もカカオも十人十色、それぞれの個性が輝いて生きるようにという思いを込めて作りました。板チョコ単品以外にはどんな品物を売っていますか。フィナンシェとチョコレート&クッキーの瓶があります。フィナンシェは4種類あり、フルーティーな味わいのインドネシア産のカカオ豆を使ったチョコレート入りのもの、スモーキーな香りが特徴のトリニダード・トバゴ産のカカオ豆を使ったチョコレートが入ったもの、さらにプレーンと黒糖です。さらに店頭ではチョコレートドリンクやスペシャリティコーヒー、店頭限定の生チョコもご提供していますので、ぜひお店に遊びに来てみてください。チョコレートの専門店としてこれからどのように活動を広げていくんでしょうか。多くの方に当店のチョコレートを楽しんでいただけるよう、お店だけでなくオンライン販売やポップアップショップなどいろんな場所で販売をしていきたいと考えています。様々な背景を持つアーティストの方とのコラボパッケージの企画を通して、チョコレートを起点に様々な個性が輝く社会の実現を目指してチャレンジを続けていきたいと考えています。阪急六甲駅の近くにあるイノセンチはチョコレートと相性がいいコーヒーを味わうカフェスペースもあります。テラス席があります。いい季節ですからそれは楽しいですね。そうですね。午前10時半から夕方6時まで、コーヒーのラストオーダーは5時半です。9月末までは火曜日がお休みです。イノセンチはスタッフの岡本博恵さんでした。ありがとうございました。インタビューの感想をメールでお寄せください。メールアドレスは ksk@jocr.jp です。このコーナーはポッドキャストでも配信します。ラジオ関西ニュースの景色 AM558 FM911 神戸からお送りしています。